どこに繋がってんだろうね、これ。あ、ヒロー、ケルオブリー。やばいぞ、まずいぞ、これ。これは何が起きた？なんだこの音。なんだこれ。一人ぼっちになっちゃったやん。最悪だ。白い詐欺草。花言葉は夢でもあなたを思う。うわっ。なんだ、通れ。ああ、ナイフで切ればいいとかね。分かってますよ。分かった。お、光ってる光ってる。いや、光ってるから撮ってくださいってことでしょ。撮っちゃうでしょ、それ。興味深い本を見つけた。読んでみよう。長い一日が終わり、帰りの車で一人ずつ寝てしまった。浜辺で遊んで疲れてしまったのだ。仕方ない。○○○がにっこりににっこり、あ、こっくりこっくりしてると思ったら、やがて全員すやすやと眠った。夕暮れ、口が、ん？口？あれ？口が？ああ、丸が寝たまま頭を俺の肩に乗せるように姿勢を変えた。突然のことに○○○は起きたのだが、目を開けはしなかった。彼は寝たふりをして道路の音を聞きながらゆっくり呼吸を整えた。太陽が暖かく、鼻のてっぺんがわずかにしみる。明日には日焼けしているだろう。彼は今幸せだ。とてもとても幸せだ。そして彼は自分に誓った。何があってもこの日を絶対に忘れないと。誰の話？まあ、きっとバジルが書いたんだろうね、あれは。アルバムの一言か。わかってるよ。わかってるって。そこら中にあるね、この光ってる。はい。ジュースがこぼれてカーペットに染み渡った。そこに立っていたのは、空いたジュースパックを持っている丸々だった。まあ、ケルだろうね、ケルだった。周りを見渡すと、みんなやれやれと言わんばかりの表情で彼を見ていた。彼は申し訳なさそうな顔で空笑いをした。そしてケルは隙を見計らい、一瞬にして玄関から飛び出していった。小さな黒猫がジュースのシミの上を歩き、ベトベト、ベトベトの、ベトベトの足跡を家中につけた。長いな、これ。まあいいや。顔を真っ赤にしてケルの名前を呼んだが、ケルはすでに逃げ出していた。ケルは、オーブリーにウェットティッシュを渡し、ここを片付けようとしてるのはこの二人だけ。マリちゃんか。早く拭かないとシミが残ってしまう。ケルには後でたっぷりお説教するとしよう。説教するって、何？バジルが？お兄ちゃんがじゃなくて？いやー、悲しいピアノの音が響き渡る。今日はとても暑い夏の日。丸は毎日こうして、いや、丸、俺は毎日こうして過ごせればいいのにと考えていた。裏庭はひどく散らかっていた。裏庭には木の板が、乱暴じゃないな。まあいいや。置かれていて、大森と、一日ずっと父のトラックから木の板を運ぶ様子を見ていた。ケルが金槌で何回指を打っているかを数え、ケルがはしごから降りてきてから、どれほど時間が経っているのかを計算していた。1時間は経っていた。僕は応援だけでいいだろう。そう思いながら、俺はお気に入りの木の下で眠そうにくつろいでいた。もちろんそんな都合のいいことを
はないと分かっていた。友達はきっとすぐに彼に助けを求めるし、彼もそれを拒むことはできない。このツリーハウスはみんなのものだ。全員で協力して完成させるのは当然のことだ。俺はそれを知っていた。同意もしていたが、やはり労働は嫌だった。彼はゆっくり立ち上がり、仕方なく そのごたごたに首を突っ込むことになった。彼も頑張らなければいけないと思っていた。ただ、夏の一番暑い日にこんなことをするのはさすがに勘弁してほしかった。みんなでツリーハウスを作ったってことね。おう！オーブリーがいたのに。はい、読みましょう。今年、俺は運よく窓際の椅子を席を割り当てられた。俺は毎日授業の時に窓の外を眺めていた。揺れる木の影や流れゆく雲の形を眺め続けた。彼は旅をした。自分の世界、自分の物語、自分の冒険に出かけた。それが習慣になった。夢中になりやすく時間もあっという間に過ぎていった。今日もいつもと同じように見ていた。俺はポカンと顔で小さな窓の外に流れる雲を眺めた。そしたら俺は突然背中を叩かれ、素敵な空想から引きずり出された。俺は窓から目を離した。ケルはにっこりと笑った。身振り手振りで授業の終わりとお昼の始まりを伝えた。今日はピザが食べられるらしいから、全部なくなる前に急いで食堂に行かなければならなかったのだ。俺は腹を鳴らした。最後にもう一度だけ窓の外を見た。今回の冒険の続きはまた明日にすることにした。みんなどこ行っちゃったんだろう。はい、夕方。変わった石像が、こう見守るように立っていた。作られた当時は大事な意味が込められていたかもしれないが、今では肖像された文字が彫られて読めなくなっていた。どっちにしろ今回の来客には関係ない話だった。彼らにとってはこの石像はただの飛び坂に過ぎなかったのだから。まずは兄弟が飛び込んでいった。ケルが先に飛んだ。次はヒロが飛び、ケルがまた飛び、ヒロがまた飛んだ。兄弟は上機嫌のようで、俺にも飛ぼうと進めた。長考の末、俺はうなずいた。俺は足を引きずりながら石像を登り、こう見下ろした。心臓がバクバクしていた。耳鳴りもした。足をブルブルと震わせながら、俺は体勢を崩さないようにと目を閉じて深呼吸して集中してみたが、肩に何かが動いてるのを感じた。目を開けたら黒い雲がそこにいた。その瞬間、俺は狂ったように自分の体を庫に投げ入れた。鼻に水が入った。手足を動かし必死にもがいたが、水の力は強かった。自分はこんなにも弱くて何もできない。彼はそう言った。俺はゆっくり目を閉じ、兄弟が助けに来るのを待った。これはどっちの話なんだろうね。バジルか、オモリ。あ、動いてる影か。あった、ブラッキー。撮るか、一応。あんま、こんなところで撮るのはちょっと、いい気はしないんすけど、撮りたいんすよね、とりあえず。あ、部分的に片付けられてる。穴がある。覗いてみる。覗いてみるか、一応。何？ちょっと怖いな。何？あ、バジル。バジル。
バジル。おお。やば。まあ、俺と、おもちゃ箱の中のもの、忘れないで。鍵がある。なぜ？嘘でしょ？マジか。まだ読んでなかったやつあったのに。ひどいよ、ちょっと。マジか。お！正解だったか、あれ。あ、左側の光も見てないんだけどね、何か。もう、本当に。困るよ、そういうことやられると。おもちゃ箱の中にあるもの。こんなんだったっけ？こんなんか。はい、ドアがないってことはそれしかないってことだよね、もう。刺すしかないよね、自分のことまた。ああ！あと、二日。あ、でも、ってことはあれだよね。ヒロが大学から帰ってきて会えるってことだよね。うわぁ、さだぁ。うわぁ、びっくりした、もう。買って、ちょっと待ってください。はい、新しいメッセージ。土星ママでしょ。大丈夫じゃないよ。いや、心配してないでしょ、どうせ。おー。頑張ってね。いや、心配とかって言われてもね、こんな放置しといてさ、心配って言われてもね、やりません。家事なんかやりません。はい、大丈夫だ。何もない。やっぱ朝がいいよね。もちろん歯磨きしましょう、ちゃんとね。はい、出ますから、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。セーブするんで、ちょっと待ってください。一応ね、何されるかわかんないんで。